超大質量、ブラックホールは、太陽の105倍から1010 10倍程度の質量を持つ、ブラックホールのことである。すべてではないが、銀河系を含むほとんどの銀河の中心には、超大質量、ブラックホールが存在すると考えられている。超大質量、ブラックホールには、比較的質量の小さいものと比べて際立った特徴がある。超大質量、 ブラックホールと膠着円盤の創造図このサイズのブラックホールの形成にはいくつかのモデルが提案されている。最も明確なものは構成程度のサイズのブラックホールからゆっくりと膠着していったとするものである。別のモデルでは大きな分子雲がおそらく太陽の10万倍以上の質量の相対論的星に崩壊することから始まるというものである。この星の中心核では 電子・陽電子のペアが生成されるようになり、超新星爆発を起こさずに、質量の大半を撒き散らしながら、ブラックホールに崩壊する。超大質量、ブラックホールの形成の難しさは、十分小さな体積に十分な質量の物質を詰める必要があるところに、ある。そのためにはこの物質の核運動量は、かなり小さくなければならない。通常、光着の過程では、 外部の核運動モーメントが持ち込まれ、これがブラックホールの成長の阻害要因になり、また、硬着円盤の形成の原因になっている。現在のところ、観測されているブラックホールの質量の分布にはかなりのギャップがある。構成の崩壊によって作られるサイズのブラックホールは太陽の33倍程度の質量までであるが、最も小さい超大質量、ブラックホールは 太陽の10万倍程度の質量である。X 線を放出する超大高度 X 線源は、このギャップを埋める中質量、ブラックホールの一種である可能性が提案されている。広島大学のカナタ望遠鏡と日米を共同開発、フェルミガンマ線観測衛星の共同観測研究によって、超大質量、ブラックホールから吹き出るプラズマジェットの構造が明らかになった。 金棒の活動銀河の中心核に対して、水メーザーのドップラー効果を測定した結果、銀河の中央に物質が高密度に集まる部分がある可能性が発見された。現在まで知られているもので、これだけの量の物質をこのような小さな空間に閉じ込められるのはブラックホールだけであり、天文学的には短い時間で物質がブラックホールに進化したと考えられている。 遠くの活動銀河では、広幅規線の幅が、自上の地平面に近い軌道を回るガスの探索に、使われる。リバーブレーションマッピングの技術は、スペクトル線の変動を用い、ブラックホールの質量や回転を測定する。このように銀河の中心にある超大質量、ブラックホールは、セーファート銀河や、クエーサーなどの活動的天体のエンジンとして、働いていると考えられている。 詳細は、いて、ザエーを参照宇宙物理学者スティーブン・エッジ・レインウォーターが、率いるマックス・プランク地球外物理学研究所とカリフォルニア大学ロサンゼルス校のチームは、ヨーロッパ難点点問題と WM 欠句点問題による観測データから銀河系の中心に歩いて、ザエーが、超大質量、ブラックホールである証拠を突き止めた。我々の銀河の中心にある、 ブラックホールは、約410万対応質量に当たる、約 8.154572036kg の質量を持ち、シュバルツシルト半径は 0.08au になると計算した。この発見により、んペのラインハルト・ゲンツェルという CLA のアンドレア・ゲズは2020年のノーベル物理学賞を受賞した。天の川銀河以外にも中心部付近の恒星やガスの動きからちょ質量。 ブラックホールの存在が確実視されているものが数多くあり、極部銀河群のアンドロメダ銀河や M32 もそのように考えられている。史上初めてブラックホールシャドウが撮像された M87 中心のブラックホールも約65億太陽質量もの質量を持つ超大質量、いわゆる活動銀河やクエーサーと呼ばれるものの大部分では ブラックホールに落ち込むガスから放出されると考えられる大量の放射線が超大質量、ブラックホールの存在を示している。現在では明るい銀河の大部分は超大質量、ブラックホールを持っているが、そのうちの多くは質量があまり多く硬着せず活動的でないと考えられている。また、球状星団や矮小銀河の中心に大質量の ブラックホールがあるかどうかははっきり分かっていない。少なくとも一つの銀河 4C37.11 は二つの超大質量をブラックホールを中心に持ち連星系を形成していると考えられる。これらが衝突すると強い重力波が発生する。連星系ブラックホールは銀河の合併の際にはよくできると考えられている。連星系ブラックホールでもあるおい287が 太陽質量の180億倍持つと知られている。また、NGC4889 の中心には、太陽質量の210億倍、自称の地平面の直径が約1300億キロメートルのものが判明している。超大質量、ブラックホールの質量とそれを含む回転大円体の質量には相関がある。またブラックホールの質量と回転大円体の 速度分散にはさらに強い相関がある。この相関の説明は宇宙物理学上の未解決問題である。ブラックホールとそれを含む銀河はビッグバンの後3億年から8億年はクエーサーの時代などを経て強進化し相関する性質を持ってきたと信じられているがブラックホールが銀河の形成を引き起こしたのかその逆かという因果関係でモデルは変わってくる。 暗黒物質がこれらのモデルの不可欠の変数である。ありがとうございます。